まもなく15分になるところですが、はい、ここまでのまず伺いましょう。名古屋についていかがですか。僕はほとんどパーフェクトに近い形でできてるなと思いますね。予想以上でしたね。ここもドリブルで仕掛ける、うん、玉田。もう金崎はこちら上がって、さあ阿部がロールして上がっていった。その阿部は使わない。ケネディのところターゲットで、ケネディ競り合ってシュート、決まった。素晴らしい。玉田。1対1、かわせるか。右に田中、中に切っていった、浮かしたボール、玉田シュート、決まった。先制、名古屋グランパス。アリもどうするか。上がってきました阿部。阿部からのクロス、どうだ玉田、流して、入ったか、入ったか、入った
阿部が抜いていく。阿部さあチャンス曲げる、そして中央に入ったボールハンドがあったがキーパー取れない。先制ゴールは名古屋。トゥーリオが上がる、どこに合わせる、ストレート系のボール、ダニルソンの頭か、玉田圭司。田中ハイマ、これはアドバンテージを見ているぞ。レフリー西村さんだ。田中ハイマからマギノに来た、向かない、そして玉田。という雰囲気は玉田圭司、玉田が蹴りそうですよね。決まればハットトリック。しかしスタートダニルソン、やっぱり玉田行く、ハットトリック、玉田圭司。大事な大事なこのゲームでこれでハットトリックを達成です。ラストはロングボールを使います。金崎君、そして田中へ持っていくオフサイドライン、クロス入れていく、ヘディングシュート、前線です。名古屋、玉田のヘディングシュート決まりました。0対1です。中央に入ってきたヘディング、いや、これは右足を伸ばしていきましたマスカーでしたが、さらにシュートを打った、キーパー取らない、入ったゴール、2点目、名古屋2対0。今度は玉田、勝ちに来たという表現をしました。大きなサイドチェンジですけど、ここ勝負でしょうね。さあ杉本1対1の勝負、クロス入ってきた、シュートだー、綺麗に決まりました。玉田のゴール、先制名古屋グランパス、こじ開けました、ストイコビッチ監督の名古屋グランパス。ようやくトゥーリオもこの表情に変わった。That was winner.